写真写ると思う。それぐらいの写真技術だ。地域おこし協力隊っていう制度そのものは、私大学時代の先輩が、うん、いらっしゃったんですけど、もっと気楽に大学の先輩が他県の富士吉田市というところで今地域おこし協力隊してるんですけど、うん、まあ、その話を聞いて地域おこし協力隊というものをそのまま知ったんですけれども、うん、まあ、それとはまた別で、三条市に実際こう接触品で申し込みをしようと思ってたところで、うん、一緒にその臨時職員とか の、うん、リンクがあると思うんですけど、うん、そこで、はい、見て今募集してるっていうことを知ってまして、でそれで、まあ、正職、私今25歳なんですけれども、まあ、正職員の募集はまだ何年もできるんですけど、うん、ね、そうですね、はい、三条市特に長いんで、うん、まあ、地域おこし協力隊特に、まあ、1回目ということで、まあ、今年しかできないことなんで、今回申し込んで、はい、じゃあもともと何、その三条市に興味が多少はあったってことなんですか、はい、次の、彼女はいるんですか。彼女はいません。いません、はい、じゃあ次の仕事はそれだね、はい、婚活、婚活自らの婚活会より始めようかね。我が会も婚活イベントやってますので、ぜひ。